モンドは自由の国、リーユエは契約の国、そして稲妻は永遠の国なんだ。将軍様、彼女には感情がほとんどなく、様々な形で永遠という唯一の目標を実践しているようでした。君たちをライデン将軍のところまで導く術はある。だがその前にもう一つ、二人には来てほしい場所があるんだ。人の願いが一定の強さに達した時、神の視線がそのものに降り注ぐ。言い換えれば、神の目はそのものの願いを代表している。師匠は邪気に取り憑かれたのでしょうか。そういえば彼は神の目を押収されたばかりでしたね。おかしいな、心の中が空っぽで何か欠けているような。神の目を奪われるというのは願いを奪われることと同じじゃ。水に落ちたもののように、あがけばあがくほど暗く冷たき深海に落ちる。やはりわらわの気のせいじゃなかった。異郷から訪れる風、この海域に新たな望みを吹きつける。神である将軍様の目には、すべての生き物は一つ一つの生命に過ぎないのかもしれません。昨今の稲妻では、メガリレーの遂行により人々の願いが次々と踏みにじられています。このような状況を見て見ぬふりをしていては、安心して眠ることすらできません。ここからは私が約束を果たす番です。ご指導をお願いいたします。失礼。神里流倒滅。メガリレーに抵抗するということは神に抗うことにもなります。準備が整い次第、花見坂へ向かってください。長野原という花火屋がございます。そこであなたを手助けしてくれる方を見つけられるでしょう。自己紹介がまだやったな。祭りの開始や。うちはよいにや、よろしゅうな。火の用心。週末版左右誕生。風向きに従え。分身の術。私たち以外にも遠方の渡積島に抵抗軍が存在しています。神の目を失った者や失うことを恐れている者が、渡積島の珊瑚宮の下で抵抗組織を結成したのです。永遠の脅威となる全ての要素を排除する、それが将軍様の命令だ。天領奉行九条家の様子で幕府軍の大将。抵抗軍は仲間を売ってはならない。儀式。どうして天領奉行がそのようなことを。お待たせしました、私の副兵たち。あなたを心臓へとはめ込みましょう。